自物、同ありころを白砂尊僧は、京都市左京区上土寺にある、日本画家の橋本関節が1916年から住んだ邸宅である。1914年頃、元は上土寺の領地であったとされる、田園地域を埋め立てて造営が始められた。造営当時の橋本関節は、東京から戻り、何千寺コ地院に仮住まいをしながら造営の指揮を取っていたという、建物や、 庭園の設計は関節地震によるもの。総敷地面積は1万平方メートル。そのうち6800平方メートルが建物を含む庭園部、3200平方メートルが庭園部以外となっている。造営期間は1914年から1916年、1931年から1932年、1936年から1938年。 そして1944年に大きく分けることができると考えられている。敷地内の建物は書斎、居間、客間、中庭などを内包する大きな主家と屏風の制作を行っていたアリコローと呼ばれる画質を中心として構成されている。庭園の南部分には憩い弱安、溝水亭、除母屋亭へ誤って、問いを邸と呼称されていると呼ばれる茶室群が存在している。 イコイジャクアンは高台寺園徳院移しの茶室となっている。2014年には2階建ての美術館が新たに開館し、関節の作品や収集品が展示されている。美術館について、白砂尊荘橋本関節記念館。2019年8月31日閲覧。文化彫刻指定文化財等データベース、白砂尊荘庭園、入館料、アクセス。 白砂村奏、橋本関節記念館。2019年8月31日閲覧。ありがとうございます。